はい、じゃあパート28やりましょう。じゃあいよいよ進めますか。最後のメインストーリー、三大ストーリーの一つ。宝石泥棒編。いよいよね、これ、もうダーってやりますんで、最後まで。レイリスの塔。うおー。4日ね。ゴッホね、みたいな。いましたね、真珠が。真珠。ホワイトパール。レイリス。ごめんなさい、私ぼーっとしていて。洞窟ではありがとう。いいんですよ、当たり前のことをしたまでです。またルリ君とはぐれちゃったの。なんだかこの塔に呼ばれてる気がするの。私行かないと。これね、一緒に行くを選択すると真珠姫と一緒に行けて、まあ、止めるを選択するともちもちルリと一緒に行けるんだろう。まあどっちも見せようとは思うんですけど、今回は真珠姫と一緒に行くルートでやってみましょうかね。ありがとう、シュウさん、お兄様。いいデポよ。いいデポよ。レイリスの塔。やっと来た。扉の向こうは運命の部屋。誰もが過去と向き合う。私は。ごめんなさい、お兄様。危なくなったら逃げてください。逃げるかよ、運命からな。運命の部屋。おお、いる。あなたが番人。二つに。教えてください。どういう部屋なんだろう。私、自分の過去が知りたい。キャー。ラルクじゃないか、お前。ラルクだろ。なるほど。生きている。やられた。おい、いた。さあ来い。終われ。おい、厄介だ。やつ、なんか歯ごたえ出てきた。やっぱりメインストーリーのボス。怖かった。大丈夫、デポよ。あ、あれ、核が。お、キュビン。真珠。反応している。ルリ君、一人でうろつくなと言ったろ。ごめんなさい、いろいろ思い出そうとしてたら。すまなかったな、付き合わせて。行くぞ。何か思い出せそうなの。お願い、もう少しだけ。お願い、ルリ君。
ルリールリーくん、わかったよ。あんた真珠姫を塔の下まで送ってやってくれ。え、自分の中でいいですか。決してスケベ心はござらんよ。真珠姫に何かしたらお前を殺す。わかったな。恐ろしいぜ。少しだけ雑魚を掃除しておいて。ああ、真珠姫を無理させ、ありがとうございます。よろしくお願いします、お兄様。うん、ついてくるデポ。あ、絡めてる方を見てないから、しんね、ルリ君は見てないからね。一緒に行こうね。いやー、やっと帰ってきた。投げどうかな。うわ、いやー、長かった。1階に帰ってきました。なんでボスソングが流れるんだ、なんでボスソングが流れとるんじゃ。さっさと、さ、今の何、予告状、宝石泥棒、シュッ、会いたかった、いや会いたかった。あなたの核奪わせてもらう。輝きを忘れたステーション生産池ジュエルビースト。ジュエルビーストを1000続きますね。突進してきた。その突進やめてくれんか。なるほど、はい、わかった。下がった後に攻撃するんだ、必ずこいつ。ちょっと待って、突進ダメなの。なるほど。あー、はい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 、わかった。ジュエルビーストの動きは全て見切ったと。下がる場合は攻撃、はいはいはい、これは突進か。なるほどね。その場しぶみが突進、その下がりが攻撃で、その場しぶみが突進なんだ。タッタン、はい、タッタッタン、終わり。拾え拾え、拾ってくれ真珠、拾ってくれ。おい、かわいいね。いやー、パターンをつかめばよ。何のことはなかった。強いパートナーね、真珠姫。レベルは低いです。どうして、なぜ私たちを殺すの？ひどいわ。その胸の核に聞いてみなさい。また会いましょう。おやすみなさい、お姫様。私殺されちゃうのかな。騎士がいない姫なんて狩られるだけだもの。いるじゃない、ルリ君が。だってルリ君は仲間を探してる。新しい仲間が姫だったらルリ君は、そしたら私一人だもの。仲間なんて見つからなければいいのに。もう行かなくちゃ、ルリ君が待ってる。また怒らせちゃう。ありがとう、シュウさん、お兄様。俺が騎士になるよ。これよろしければ。バイゼル金、金もらった。金。
お元気で。俺が騎士になるから。な。ホワイトパール終わり。ごめんなさい。止めても行っちゃうと。いましたね、ルリ君。喋らない。入っちゃうよ。嫌な感じだ。核が曇ってやがる。だがこいつを使うわけにもいかんしな。運命の剣ですもんね。なあ、あんたしばらく俺に付き合わないか。いいですよ。この運命の扉は中にいるやつを知る者にしか道を開かないんです。道を開けないんです。へえ。俺とあんた二人の知識で足りりゃいいんだが。なるほど。真珠と真珠と丸々みたいな。真珠だな。真珠姫。早っ。しっかりしろ。畜生。真珠。ということでボスなんだね。真珠。キピン。ルリ君。一人でうるつくなと言ったろ。ごめんなさい、いろいろ思い出そうとしてた。この辺一緒か。すまなかったな、付き合わせて。行くぞ。来たぞ。あ、もう何も言ってくれないんだ。すまん、断るわ。畜生、誰か知識のありそうなやつ締め上げて連れてくる。真珠無事でいろよ。あー、早っ。相変わらず早いな。あ、あれ私。あ、入ってきた、ルリが。ああ、これで二人で帰っていくんだ。わがままを言うな。ああ、俺たちに過去なんかいらない。でも、行くぞ。へえ。なるほどね。これで二人で帰っていくと。はあ、なるほど。で、これ真珠姫が仲間にいない場合も、このように刺さるんですよね。我が手に集いし宝石を、我に従い汚れた石を裁け。いや、僕らジュミじゃないんです。行け、ジュエルビースト。僕らはジュミじゃないんですけど、よく見てください。もう帰っちゃったんじゃないですかね、この二人。はい、倒したと。君、すまない、人違いだ。そんな、怪我はないか。早く、もっと早く止めれるだろう。そうだ、お詫びと言って、あ、へえ、なんだかこれを。なるほど。金もらった。まあ、これでアーティファクトとかもらえるんですね、本来は。君、ジュミの香りがする。おう。奴らに関わらない方がいい。あまり深入りすると石になってしまうよ。へえ、こんなセリフ言うんだ。では失礼。
過去と向き合う。なんだか運命の部屋で過去と向き合うのがどうのとよくわからない展開。日記をつけるのも少し億劫になってきた今日この頃。もう半年ぐらいつけてるもんね。ドミノの町に入るとルリ、仲間を探してるんだ。頑張れよ。ああ、一緒に探そう。そりゃ助かるけど俺たちに関わると。じゃあいいです。そうだな、一緒に探そう。仲間じゃねえか俺たちは。仲間だろ。じゃあ探しに行こうぜ。キラン、おお、お兄様。食パンをも加えた女子が。ルリ君、どうしたんだ。なんだか置いていかれそうな気がして。出かけるの。あ、私お留守番。あ、ずるい。仕方ないだろう、外は危険だなあ、シュウさん。まあ確かにレベル99のモンスターがバッコしている世界だから危険だ。ここも危険だって何。ここは危険じゃないだろう。まあ確かに外は危険だよ。お兄様まで。あ、なんかすごいポーズ。あ、こんなポーズするんだ。でもここも危険か、いろいろあったしな。うちに来るかい、真珠。嬉しい。牧場が空いてっから、牧場に放牧するわ。嘘だよ、真珠。ありがとう、早速行ってくる。キャワ。キャワキャワ。家とか家族とかが欲しいんだな、あいつ。うちは賑やかだぞ。カニもいるしね。いるのかな、真珠。真珠。いるかい。俺はしばらく魔法都市にいる。その間真珠姫を頼むよ。ピン。これでヒントくれるんだな。真珠寝てる。寝てる。家族だ俺たちはな。家族だな。あったかいな。あったけえな。な、家族なりな。いましたね。輝きがない。これも輝きがない。失礼しました、私はアレックスと申します。宝石商人にございます。これあったよね。今日はどのようなご用件でしょう。この辺聞いたのかな、宝石関連。むちゃくちゃある。石というのはとてもとても長い時間大地に抱かれ成長するのです。そしてとても脆く傷つきやすい。美しくも儚きものです。どの宝石についてお話ししましょう。ちなみに上にある石ほど貴重です。うわー、めちゃくちゃあるな。最も高価という意味の名前ですが、玉石という名前があるわけではないのです。完全なきらめきを持つ石だけに与えられる一種の称号みたいなものです。あ、そうなんだ。ダイヤ、とても硬い石です。カラーカット、クラリティカラットで等級が作られます。はいはいはい。ヴィーナスと呼ばれるとても大きなダイヤモンドがあるそうですよ。ルビー、コランダムとも呼ばれます。これも硬い石です。色は赤やピンクが多いですね。希望の炎という燃え盛る炎のような深紅のルビーがあるそうですよ。ルーベンスかな。サファイア、これもコランダムです。赤い石をルビー、青い石をサファイアというんです。へえ。あ、そう。波間に眠る追憶と呼ばれる海の世界を映し出す不思議な石があるそうですよ。作法のとこか。エメラルド。え、緑柱石ですね。脆い石です。傷がないものはほとんどないと言われています。
幸せの四つ葉というハートの形の四つの石があるそうです。集めたものは幸せになれるとか。あー、これシナリオの説明をしてくれるんだな。複数の鉱石からなる岩石です。色は独特の深みのある青です。ビーズなどに加工します。砂塵の聖典と呼ばれる大変深い青色の美しい石があると聞いています。はあ、これは知らん。パールですね。色は白、ピンク、黒など特有の虹色を持っています。この石の誕生は謎に包まれています。水から生まれるという説、月から降るという説、どれが本当なんでしょうね。月からは降ってこないじゃないですか。迷える月という持ち主の手を点々とする不思議な石があるそうです。へえ、こんなん知らない。アレクサンドル、金緑石とも言います。色は昼は緑、夜は紫に色変わりする珍しい石です。多面性があると。あ、言葉少なめですね。この下2つはほとんど説明済みですね。この宝石関連のところだけかなり興味深かったですね。一緒に行こうか。行こうぜ。行こう。キラン。キランならんか。おお、うまくいったみたい。なになに、こりゃ何度言ったら分かるんじゃ。クズ石先生、私クズ石ち。キラン。さっきの子、まさかプリキュアか。魔法学校では、まあ、こういう風に授業が行われてるんですけど、曜日によって先生が変わるんですよね。今日は匂い立つ花のめちゃくちゃ端っこにいる色の師となる極めて丸々にいる。声ちっちゃー。先生声小さいですじゃ。エメロード、こんにちは。キラン。ピン。やっぱりジュミか。俺はラピスの騎士ルリ、仲間を探して旅をしている。まあ、おお、あの先生マジやばいのよ。女の神を集めるのが趣味なの。私も狙われてんのよ。へえ、変態だな。ちょ、女性だから。今はダメだから授業のない日に図書館で会おうよ。待ってるからね。ノームかウンディーネの日にね。これ全部見たいな。全部の先生みたいな。魔法とは全て。この人授業下手ですね。校長やぞ。こんにちは。キラーン。何をしてる、エメロード。すいません、校長先生。ああ、この先生一番好きなんだよな。最も強力な攻撃魔法、それは敵を終わらせてその隙に逃げることじゃ。これさえマスターすれば、どんな強敵にも負けることがない。ただし、敵が笑わなかったら最後じゃ。せめて普段から変な顔をしておかんといかんな。ズコーン。ヌヌザック自体はもう昔ガチの召喚術師だったから、まあ今はちょっとこういう風におちゃらけてるんですけどね。そういう設定がかなり好きなんだけど。こんにちは。ピン。クズ石、静かにせんか。クズ石だと。まあまあ、ルリさん落ち着いて。暴力はいけない。剣を抜いたのか。バターン。ポカ。笑え、ルリ。面白ギャグ出たな。本心の。気にしないで。この隙にね。あ、怒ってる怒ってる。あ、家臣者先生。みんな聞いてますか？こんにちは。キュピン、キュピン。ちょっと君、ナンバナー休憩してくれよ。ああ、気にしないで。ナンパだと思われたか。今日は授業が休みなので図書館に行きましょうか。私はヌーザック、偉大なる召喚師。
あ、ルリさん。クズシ君、静かに旋回。ここは戦場じゃないんじゃ。大声出さずとも聞こえる。クズシだと。役に立たぬものはクズじゃ。珠魅の核は古くは魔石と呼ばれて重宝されておった。魔導士たちがこぞって珠魅の核を抜き取った時代もあったが、どれも役には立たなんだ。ああ、待って先生、お客様の前で。古文書などにもある通り、昔は大した威力を持っておったのじゃろう。あらゆる傷を癒すだの、偉大な魔力の源泉だの、いろんなことが伝わっておる。こいつはわしの可愛い弟子で、点で使い物にはならん、ただのクズシ君じゃ。守ってるんだな。そんな力はないよと。この何をしたんだ。ふう。なんであんなこと言われて黙ってる。それでも珠魅か。だって本当のことだもん。ああ言っておけば私の核を欲しがる人も減るしね。ふん。あのね、聞きたいことがあるの。ルリさんは旅してるんでしょ。私に似た人見なかった。兄弟なんですよね。いや、シュウさんは見てないけど。見てないっす。そう、あんたの姉妹か。ごめん、ちょっと一人にして。何かありそうだぞ、こいつは。お？ざっくり1分間聖剣 LOM 解説。今回は珠魅にまつわる言い伝えについて。この世界には珠魅に関する様々な言い伝えがあります。今回はその言い伝えを紹介したいと思います。まず、珠魅が鳴くと嵐が来るというものですね。傷ついた他者のために自分の命を分け与える珠魅の姿に天も心を動かされて涙すると言い伝えられています。次に、珠魅のために涙するもの全て石と化すというものですね。珠魅と他の種族との接触を戒めた言葉であり、珠魅の種の保存のために伝えられたもののようです。本当に石になったものがいるかどうかは不明のようですね。最後に、珠魅の核は偉大な力を秘めているという言い伝えです。遠い昔、魔法学校の研究者たちは7つ目の謎のマナストーンを追い求めて研究をしていました。その候補として疑われていたのが珠魅の核なんですね。妖精戦争後、多くの珠魅が狩られて彼らの手にかかり調べ尽くされました。人知れず実験台の上で死んでいった珠魅が無数にいると言われています。珠魅たちは魔法学校の研究者たちの手にかかるとき、意図的にマナの波動を下げて核に力を残さずに死んでいきました。珠魅の一族の秘密を守るため、多くの珠魅たちは無言のまま死んでいったそうです。やがて魔導士たちは陰で彼らのことをクズ石と呼ぶようになったそうですね。本編の中で珠魅をクズ石と呼んでいたヌヌザックですが、妖精戦争時代、実はこのヌヌザックは炎帝ロンウェに仕える最高位の召喚士で、ルシェイメアのようなワームを召喚できるほどのガチ召喚士だったようですね。召喚を繰り返した結果、最終的にヌヌザック自身が魔法陣の向こうに閉じ込められることとなり、今はその魔法陣だけが人前に姿を見せています。彼の心に対して戦争が残した傷は非常に深く、現在は常に虚無感にとらわれて生きています。ヌヌザックが若い頃は珠魅狩りが頻繁に行われており、彼もよく珠魅の核を求めて宝石店に出入りしていました。そんな時代を知る彼が今はエメロードを守る立場になっているのは、当時の罪滅ぼしの意識と二度とあんな時代を繰り返してはならないという、強い意志があるのだと思いますね。というところで今回はこれぐらい。また次回もよろしくお願いします。